細かすぎて伝わらないゴールキーパーのファインプレー。日本代表権田修一選手編。 2022FIFA ワールドカップラウンドベスト16の日本対クロアチア、後半17分のこのプレー、モドリッチのスーパーミドルを止めた権田選手のスーパーセーブでした。大会終了後、権田選手はメディアでコスタリカ戦の失点から反省して生まれたセーブだと語っています。ではそれぞれのシーンを見比べてどのように反省が生かされたのかを見てみましょう。2つのシーンで大きく違う箇所は3点あります。まずはポジショニング。コスタリカ戦の失点シーンに比べてクロアチア戦では明らかにポジショニングが低いことが分かります。次はステップ。コスタリカ戦ではタイミングが合わず一歩で飛んでしまっていますが、クロアチア戦では細かくステップを踏んで移動距離と時間をうまく調整しています。そして手の出し方。コスタリカ戦では両手で触りに行ってしまいましたが、クロアチア戦では片手で触りに行っています。さらにコスタリカ戦のように体が伸びきってから触るのではなく、ボールにパワーが一番伝えられるタイミングで触っているので、強いボールにも力負けしていません。試合には負けてしまいましたが、権田選手の名前を世界に知らしめたビッグセーブでした。